ここからはプロレスリングノアの石森泰治選手に電話がつながっています。石森さん。はい、どうも。どうもです。なんか結構久しぶりな感じですよね。本当に久しぶりですね。そうなんですよ、はい、石森君。だいぶ間が空いてしまって、はい、断られちゃって、はい、本当なかなか出てくる。いえ、そんなことないですよ。まあ断ったのは事実ですけど。はい、いやすいません。まあでも確かに忙しかったですもんね。はい、そうですね、うん。まあ忙しい時期でしたね。はい。まあいいことじゃないですかね。まあありがたいことですね、本当に。はい。はい、まあ今ちょうど試合の、はい、まあ間なんですけれども、はい、そうですね、ちょうど1月の14日、はい、明日明後日からしあさってというか14日日曜日からですね。はい、そうですね、日曜日からですね。はい、はい、始まりますね。はい、日テレ杯が、はい、また深夜サックリーが始まるんで、毎年恒例の、はい、はい、まあ日テレ杯っていうと、まあ石森選手、はい、どういうイメージを持たれてるんですか。いやー、もう僕過去6回出てるんですけど、うん、はい、はい。全部出られてるんですね。全部は出られてないです。全部出てないですね。過去5回でした。すみません。はい。はい、1回ちょっと怪我して休んだんで、はい、はい、過去5回出てるんですけど、はい、そのうち3回ほど優勝してるんで、ほー、はい。自分としては縁のある、うん、そのジュニアタックリーグで、はい。で、やっぱり今年もちょっと連覇狙ってるという、ね。そうですね。うん、はい。2連覇したいですね。はい。まあ、非常にこうね、石森ファンも、ここは期待してるっていうところはあるとは思うんですけれども、はい、まあ、もちろん本人がね、やっぱタイトル欲しいなっていうところはあると思うんですが。はい。うん。そうですね。今回優勝すると、チンアタックのベルトもついてくるんで。うん、はいはい。優勝者には。はい。そうすれば私が2冠になるんで。おー。これは本当ね、うん、美味しい、こんな美味しいチャンスは本当ないんでね。ちょっといいですかね。まあ、下世話な話なんですけど、はい、やっぱタイトルをたくさん持ってると、はい、やっぱそれだけ、はい、まあ、すごいこう、ザクザク入ってくるみたいな感じがあるんですかね。そういう時代がね、なんか昔はあったみたいなんですけど、うん、そうなんですか、今、うん、はい。昔は結構そういう景気意識はあったらしいですけど、うん、はい。残念ながら今から、まあ、ザクザクは入ってこないですね。そうなんですか。はい。いや、なんかやっぱ、そのあたりはね、あるのかなとか、ちょっと、まあ、やらしい話を聞いてみたいな、はい。やらしい話ですけど、本当僕もそういうなんかイメージがあったんですけどね、賞、うん、金とかこう、あってあるじゃないですか。うんうん、でも、そんなんでもないですよね。そんなんでもないですね。ザックザック入ってくるわけでもないんですよね、はい。そうなんだ。はい、残念ながら。そうか、じゃあなんかタイトル取ったらちょっと石森くんになんかちょっとご馳走してもらいたいなとか思ってた僕の思惑はちょっと。あれ変わってくるか。ご馳走してください。そうですよね。普通はそうですよね。おめでとうってね。いやいや、うん、そうかそうか。でも、やっぱりね、14日から日曜日から始まるということで非常にこう盛り上がるんじゃないかとかって思ってるんですが、はい、まあこれ、はい、2日目の、まあ 2戦目の、はい、15日、はい、静岡、はい、富士山メッセで開催するんですね。はい、そうです。富士山メッセで17時からですか、はい、17時から試合開始ですね。はい。はい。富士山メッセってまだそんなにイメージはあまり。そうですね。自分もそこまで。うん。まあ何回か行った会場は、行った記憶はあるんですけど。はい。はい。そこまで馴染んでる意識はあんまないですね。うん、はい。ただね、富士山がね、うん、白井さんになりましたからね。そうなんですよ。はい。そういった日を、うん、それで、僕の知り合いがこの前、はい、富士山に、はい、登りまして。あ、もう、登ってきました、はい、友達が。はい、友達が世界遺産になった、その、次の、前の日とかに、うん、で、はい、で、登った時の、なんか写真とか見せてもらったら、自分も登りたくなりましたね。おえ、ちなみにじゃあ、石森選手まだ登ったことはないんですか、はい、登ったことないんですよ、富士山、はい。登ってくださいよ。矢内さんはあるんですか？一度だけありますね。あ、あるんですか？ああ、いいですね。あるある、うん。はい、まあ、登りたいんですよ。そうですね、非常に、なんだろう、この時期なので、はい、5合目ぐらいでももうちょっと涼しくて気持ちいいんですけど、はい。まあ、上まで行くとね、0度ぐらいなので、ああ、うん、やっぱりそうなんですよね。やっぱこうね、富士山に登る格好でちゃんと行かないと、B さんとかで行っちゃダメだよ、はい、みたいな感じですよ。あ、もう最悪ですね、そうなんですよ。はい、ああ、うん。行ってみたいですね、もう話を、そういう話を聞くと。はい。そうですね。まあ、やっぱり日本で一番高いので、なんかもう、日本を見渡してるっていう感覚のこう、制服感とか、そういうのもちょっと出てきたりとかするんですけど。
はあ、うん、はい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 。やっぱあの、雲海とか、あとやっぱ御来光とか見ると、感激しますよ。はい、あ、本当ですか。うん。ああ、いいですね。そうなんですよ。なんで、はい。うん、メッセではね、試合をして勝って、はい、いつかは富士山登りたいなと思って、それで。そうですよね。いつか休みができれば、本当に富士山行きたいって思いましたね。うん。はい、まあまあ、いつかね、そういうチャンスがあったら登っていただきたいなと思いますしね。はい。うん。やっぱほら、ね、タイトルを取ったらね、やっぱこう、一番上じゃないですか。富士山も一番上ということで ね、はい。はい。登ってほしいなと思うんですけどもね。そうですね、うん。タイトル取ったその記念に登るっていうのもいい。やっぱ、うん。かもしれないですね。もう、いっそのことを、はい、富士山の山頂でノア試合するみたいな。はい大変大変めっちゃ大変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 山頂までリング持ってけないですよそうですよね、はい、持ってけないし上でどんだけ動けるんだって感じになりますよね、はい、本当そうですよね、うん、大変なことにはなりそうですけどまあでも本当にこう、はい、個人的にも登っていただきたいなとはい僕も登って本当に良かったなと思うので、はい、ああ本当ですかはい行きたいですねうんまあちなみにまあはい、石森選手とかこういうねまあ、はい、いわゆる大会と大会の間とかの、こう、オフっていうか、はい、そういう時期って普段は何をされてるんですか？普段は、そうですね。まあ、で練習はもう基本、疲れてなければ僕毎日やってるタイプの人間なんですよ。はいはい。他の人たちは休めるかもしれないですけど、うん、僕は体が疲れてなければ、うん、道場行くか、ジム行くか、うん、はい。それで体を動かしてトレーニングして、うん、それで、はい。なんすかね。何か誘いがあれば、食事とかに行って、うん、はい。で、飲んで帰ってくるっていうのが、はい、例えばちょっと、ですけどうん、はい。やっぱ一週間くらいとか空いたりとかすると、どっか出かけるとかっていうのはないんですか？一、はい、週間ぐらい、一週間ぐらいだと、うん、ちょっと出かけられないですね。うんはいもう完全オフだったら出かけてもいいんですけど、一、うん、週間ぐらい、シリーズとシリーズの一週間ぐらいの間ってなったら、うん、ちょっと練習しないと僕落ち着かない人間なんで。ああ。はい。ダメですね、多分。うん、某どこかの選手は、はい、まあ、うちによく出てる、某選手はなんかだいたいわかります。はい。いろんなところのジム、まあ、その他県に、はい、まあ、はい、まあ、全国にあるので、そういうところに行って、はい、必ずこう、はい、遊びに行っても、その県のジムに行って、一応、動くみたいなことはしてるみたいですけどね。偉、はいはい、いっすね。さすがっすね。偉い、はい、まあ偉いのか、偉いですね、まあうん。はい。いや、遊びに行っても、僕遊びに行ったら絶対ジムなんて行かないですからね。もう本当、旅行とか行ったら絶対もう3日とか4日は絶対休めてなる。そういうふうに決めてるんで。おー休むときは休むって。はい。なるほどね。じゃあ、例えば。でも旅行が最近できてないですね、はい、でも。全然。はい。例えばじゃあ、行きたいなっていうところとか、ほら、あるんですか、どこか。はい。そうですね。うん、この時期だから、ちょっとやっぱ南行きたいし、南の島に行きたいですね。沖縄とか行ってみたいですね。この時期だから北海道とか言うのではなく。この時期北海道、うん、もういいかもしれないですけど、北海道も嫌いじゃないですけど、うん、僕は沖縄行きたいですね。はい、ああ、そうなんですね。めっちゃ、僕暑いとこ好きなんで、はい。そうなんだ。はい。僕、夏が大好きな人間なんで。はい、じゃあ、うん、暑いの苦手だっていう人多いかもしれないですけど、僕はどっちかっていうと冬が苦手で。うん、そうなんだ。はい。僕、寒いのがすごい苦手で。はいはい。どちらかというと、こういう暑い季節の方が大好きなので、うん、はい。でもほら、すごいこう、じとじとしてるじゃないですか、暑いって言っても。はい、そうですね。はい。そういうのも全然大丈夫。まあ、ちょっと、洗濯物の量が増えるぐらいで。あ、はいはい。はい、あとは、全然、うん、はい。寒いよりはいいかなと。へぇー、ねはい。そうなんだ、この時期。じゃあ沖縄とかやっぱ行きたいっていうところがあるんですね。はい、行きたいですね、うん。海行きたいですね。まあでも、あれですもんね、体もめちゃめちゃパキパキに腹筋とか割れてますしね。うん。だって、ちょっと、うん、ちょっと、だから何やってるんですかってよく聞かれますけど、ね。そうでしょ、はい、まあまあ、石森選手まだ若いけど、でも、はい、石森選手の同級生ぐらいとかだったら、もうちょっとお腹タプンとしてる人多いじゃないですか。タプン、ああ、いっぱいみんなそうですね。そうでしょタプンですね、はい。うん。だから、やっぱそれぐらいの体型だと、腹筋とか割れてて、パキパキだと、はい、やっぱりね、海とかで入っても全然恥ずかしくないですけど、はいはい、ねえ、やっぱね、夏と言えども、なんかもう、水着に腹乗っかってるで、みたいな感じになっちゃいましたね、普通の人は。はい、はい、普通の人は、ねえ。まあ、そう。
でも例えばじゃあ沖縄とか行ったりとかすると、はい、そういう海系のスポーツとかってやるっていうことはないんですか？ああ、ダイビングやろうかなとは思ったんですけど、はい、なかなか機会がなくて、うん、未だにシュノーケリングで止まってますね。はいはい。はい、本当に。あとサーフィンも去年から始めたんで、うん、それは、だから、ショートロング。はい。ショートロング。ロングですね。あ、はいはい。はい、どうなんですか？いやー、まだ乗れてないんですけど、うん、でもなんか乗れる直前、あるじゃないですか。はいはい、こうあ、ちょっと波に乗ってるっていう。うんうん、ボードには乗れないんです。立ててないんですけど、うん、その瞬間がちょっと分かってきたんで、それが楽しいですね。おーはい、え、じゃあもう、板も揃えて？板は揃えてです。板借りてるんですよ、今。おー、はい、板、買った方がいいよってみんなで言ったんですけど。うん。あ、なるほどね。じゃあ、こういう時期とか、はい、ハワイとか行くといいかもしれないですね。あ、時間が空いてれば。時間が空いてればそうですよね。うん、そう、結構いろいろ、ロングボードとかも、まあ、ちょうどワイキキビーチのところでもレンタルしてますしね。はい、ああ、はいはいはい、うん。いいですね、ハワイ。ですよ。なんかもう、僕もハワイだったら行っても、この夏だったら全然いいんですけどね。カラッとしてるんで。はい、ああ、日本みたいにそんな湿気がないんですか？そうですね。もう全然。いいですね、うん。なのでね、そういうところだと夏も大好きなんですけど、まあ、日本はちょっとね、はい、もう本当に、嫌な汗めちゃめちゃ出ますからね。まあ出ますね。確かに。はい。はい。じゃあ、でも本当にね、14日の日曜日から、はい、日テレ杯がこう始まって、まあ、ここはもう、はい、もちろん連覇を狙っているというところなんですけれども、はい。ね、まあ、静岡のファンの方なんかはやっぱり近場だと、富士山メッセで、しっかりとこう応援してほしいなと思いますけれども。はい。実は、ちょっと、いろいろ富士山メッセに行こうかなと思っている方には、いいお知らせがあるんですよ。何でしょうか。はい。富士山メッセ。あれ？石森選手は聞いてないですか？何も聞いてないです。あ、本当ですか？一応、広報さんからこれを言ってくれって言われたんですけども。はい。はい、実はですね、富士山メッセ行こうかなと思われている方はですね、当日、富士山メッセの、はい、会場の当日券売り場のところで、はい。合言葉を言っていただけると、はい。はい、10組、ペアで10組の方に、チケットプレゼント。おぉ、すごいですね。ということらしいです。はい。それはすごい、すごい、すごい。はい。まあ、ちなみに、合言葉って、石森選手何だと思いますかね、はい、いや、何も聞いてないです、本当に。今ちょっと話出ましたね、はい、石森選手の方からも。まあ、富士山メッセっていうところから。富士山ですか？世界遺産ですか？そうなんです、はい。ああ。富士山世界文化遺産って、いわゆる、富士山メッセの会場の、はい、当日券売り場のところで言っていただけると、先着、はい。はい、お10組ペアで、チケット。これはお得ですね。プレゼントということですのでね、はい、ぜひぜひ皆さん富士山メッセの会場に行って、当日券売り場の前で、富士山世界文化遺産、はい、おめでとうって言ってくれてもいいですけどね。ああ、それでもいいですね、本当に。やったとかでもいいですけど、はい。はい、そう言っていただけると、はい、はい、お得になりますからね。はい、ぜひぜひ。これはいいですね。本当まだね、今までプロレスとか見たことがないよという方なんかも、ぜひぜひ行っていただいて、生で見ると、非常に盛り上がってますしね、非常にこう面白い。そうですよ、うん。面白いですよ。プロレス観戦は生で見るのが一番面白いですよ。うん。本当に。はい、ちなみにやっぱり見どころっていうの、石森選手の見どころっていう自己 PR でなんかないですかね？自分の見どころですか、はい、自分の見どころですね。うん、最初から、うん、最初の入場からなんですけど、はい、入場で踊ってますんで、はい、踊って、それで試合中も結構ぴょんぴょん跳ねたり、うんうん、はい、飛んだりしてるんで、はい、その辺はちょっと初めて見る人に、いや、ね、結構入りやすいプロレスだと思うんで、そうですね。その辺を注目して、うん、はい、見てもらえるとありがたいですね。そう、石森選手めっちゃ踊るからね。はい、うん。はい、いえ、それで、なんすかね、まあ、初めて見る人たちもなんか声出しにくいかもしれないけど、はい、結構ストレス解消みたいな感じで、うん、やっぱ見ながら結構騒いだ方が楽しいんですよね。うんうん、はい、だから結構見に来て、ね、ストレス解消に勇気を持ってこうガーって騒いでほしいですね。いやでもね、はい、見てる間に声自然に出てきちゃいますよ。はい、あ、本当ですか、うん、はい。そう言っていただけるとありがたいですけど、はい。ちなみに、石森選手はどう呼んでもらったら嬉しいですかね。何ですかね、何でもいいですよ、ほ、うんとに。石森でも。うん。大事でも。なんか大事っていうのは今、なんか女性が呼んでるみたいな感じの雰囲気でしたけど、ね。はい。はい。やっぱりこう。はい、うん。
やっぱどっちがいいんですか、女性にこう言われるのと。あ、女性に言われるのがやっぱいいですよね。そうですよね。わかりやすいですよね。うん、やっぱりあの、だって、女性ファン多いからね。いえ、見てても。そんなことないですよ。本当、大体こう会場の大部分、なんか石森選手、女の子のファンはね、連れて行きますからね。いえ、本当に。いや、もう否定しないところがすごいですね。いえ、いえ。まあでも本当、そういうぐらい、それぐらいこう女性にも人気で、やっぱね、本当、子供さんにも非常にこうね、人気のある選手なので、ぜひぜひ、生でこう見ていただきたいなと思います、はい。家族連れもやっぱりね、ちょうど15日、3連休の最後の日なので、はい。はい。非常にこの辺もね、盛り上がるんじゃないかなと思いますしね。はい、そうですね。うん、地元の人が、しっかりこう来て、家族でこう楽しむというね。はい。うん。それがプロレスの魅力なんで。はい。そうなんですよね。ぜひ来てほしいですね。はい。はい、さあ、そして、8月入って、はい、8月の4日にはタイトル防衛戦。はい。ありますね。そうですね。うん。ザック・セイバー・ジュニア選手と。はい。はい。タイトルマッチをやります。はい。こちらの方は、はうん、はい、自身のちょっと抱負的に。ですけど、うん、まあ、6度目なんでね、しかも相手は、うん、ザック・セイバー・ジュニアという、すごい、昔からの、クラシカルなレスリングを、はい、はい、得意とする選手なので、うん、絶対、試合は絶対外れないと思うんで、はい。はい、その辺を見に来ていただければ、で、うん、絶対勝って防衛して、面白い試合をする自信はあるんで、うん、ぜひ会場に来てほしいですね。はい。まあ、6度目の防衛ね、挑戦するということなんですけれども、はい、やっぱり緊張感とか出ます？どうなんですかね？まあ、やっぱ試合前は一番、入場前が一番緊張しますね。うん。はい、そこだけですかね。へぇ、はい、いや、入場前だけです、うん。はい。イメージね、もう本当にこう、はい、すごいこう、楽しくこう出てこられて踊ってる感じが、はい、イメージがあるので、はい、なんか緊張とかって石森選手とかないのかな、みたいな感じで見ちゃうんですけれども、緊張が多少しますね。入場前が一番しますね。はい、うん。で、入場したら大丈夫です。おー。いや、でもやっぱそんなもんなんですかね。はい、はい、そうですね。うん、です。まあ僕だけだと思うんですけど、でも他のレスラーは結構しないって言う人多いですけどね。はい。緊張しない人もいるんですか？しない人もいますね、中には。はい。へぇ、結構強い心臓をお持ちの方が何人もいて。うん。でも、パートナーの琴音君はいつも、おいおい言ってますけどね。入場する前、おいってもう癖になってて、おいおいおいって。え、それは何？自分を奮い立たせてるみたいな感じなんですかね？なんかね、うん、おいおい、なんか吐き気を思い出してるんですけど、大丈夫かって言ってるんですよ。いや、癖なんで大丈夫ですって。おいおいおい。はいはい。はい、じゃあなんかそういう人もいれば。試合前の様子もちょっと見たいですね、そういうのもね。あ、言ってるみたいなね。試合前のドキュメンタリーとか、結構あれ見たら、裏側見たら面白いかもしれないですね。そうですね。うん。入場前とかをね、見てると。はい。はい。いやー、本当にね、そういうのもちょっとまた見れる機会があったら、はい、ママさんにもお願いしたいなとは思うんですけど、ね。はい。はい。そうですね。はい。まあでもこちらのタイトル戦なんかも8月の4日日曜日、午後4時からリファ有明、こちらの方で開催されます。まあ静岡からでもね、はい、東京方面とかは結構近いから、行きやすいとかいう方多いと思うし、はい、うん。リファ有明とかだったらなんとか行ったよとかっていう方もいると思うんでね。ああ、うん、本当ですか。はい。ぜひ来てもらいたいですね。ぜひそちらの方にも。反撃 NBA もあるんで。はい。うちの。そうです。はい、そうなんですね。はい。プロレスリングの旗揚げ記念日ですかね、8月4日は確かね。はい、13年目の。はい、夏なんで、はい、じゃあそこはしっかりタイトルも防衛してね。はい、そうですね。うん、いやー、期待してますよ。いい夏を迎えたいですね、それで。いい夏を迎えたいで。でね、いい夏にしたいですね。うん。はい、期待しています。はい。さあ、そして、先ほども言いましたが、7月の15日、富士山メッセで、はい、ね、試合があるということで、こちらの方は、まあ、静岡県内の方、ぜひぜひ、はい、遊びに行っていただきたいなと思うんですけれども、まあ、こちら、はい、富士山メッセのね、会場当日券売り場でですね、富士山世界文化遺産って言っていただければ、先着で、はい、10組ペアでね、チケットプレゼントということですので、はい、そちらの方にも行っていただいて、こう、初めてね、生で試合を見るよという方なんかは、本当にね、石森選手、非常に面白いですから、はい、いい試合をしますし、かっこいいので、ぜひぜひ応援していただきたいなと思います。はい。ということでね、はい、今日はプロレスリングノアの石森太一選手、まぁ、ちょっとね、久しぶりな感じはありましたけれども、はい、でも、なんか、電話ももう、余裕な感じですよね。余裕じゃないですよね。嘘全然余裕じゃない。いや、もうなんか、すごいもう、これでいっぱいいっぱいですよ、私。そうですか
いや、これだけできたら十分だと思いますよ。ああ、そうですか。はい。ああ、じゃあ、矢内さんにそう言っていただけるのは、自信がつきます。はい。あの、ちょっと僕も時間がね、あれば、ちょっと実際見せていきたいと思いますので、はい、ちょっと。あ、ぜひぜひぜひ。はい。はい。あの、最後にちょっとラジオ聞いてるファンに、石森選手から、メッセージお願いします。はい。プロレスリングのは、生でしか魅力が伝わらないと思うんで、僕たちのプロレスを生で見に来てください。よろしくお願いします。はい。ということで、石森選手どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼します。